人生に影響を与えた本シリーズ第2弾。皆さんこんにちは、お元気ですか？本日は人生を変えた本シリーズ第2弾ということで、芦沢七郎さんのタマムシの生態と飼い方、環境が悪いと長生きするヤマトタマムシの研究をご紹介します。私は昆虫採集が趣味で、その中でもヤマトタマムシが一番好きです。数年前、偶然にもヤマトタマムシを採集できたことにより昆虫採集熱が再燃しました。しかしヤマトタマムシに関して、どのような生態でどのような飼育をすればよいのか分かりませんでした。そんな時にこの本と出会い、ヤマトタマムシに関する知識を広げるきっかけになりました。ここからはヤマトタマムシのことをタマムシと呼びます。著者の芦沢さんはタマムシを飼い始めて30年以上経つタマムシ界のパイオニアです。この本にはタマムシの生態、飼育方法、繁殖方法について書かれています。まずはタマムシについてお話しします。タマムシはその美しい外見から好ましい虫、幸せを呼ぶ虫として人々に愛され求められてきました。その美しさから女性の美しさを求める気持ちと通じるところがあり、美しさゆえに国宝タマムシの厨子にも使われてきたといいます。次にタマムシの姿についてお話しします。タマムシは背中から見ると大きく分けて頭部、胸部、腹部の3つから構成されています。飛ぶときは前羽をやや斜め上に広げ、前羽は羽ばたかず、後ろ羽だけを羽ばたかせて飛びます。捕まえようとすると速度は速くないものの、斜め上に向かって飛び、すぐ手の届かない高さになるので捕まえるのはなかなか難しいです。背面から見ると羽を含めて全体の色は緑色で、縦に赤茶色の筋が通っていて金属的に美しく輝き、見る角度によって少しずつ違う色に見えます。腹部から見ると頭部、胸部は緑色が強めで、下に行くほど赤茶色になり、緑色と赤茶色がなだらかに移り変わっています。背面も腹部も金属的な光沢を放っています。足は6本とも緑色で光沢があり、複眼は濃い茶色になっています。さて、ここからは私がこの本を読んで特に勉強になった内容を5つ紹介していきます。その5つは下記になります。1. タマムシの飼育方法、2. 飼育のコツ、3. 野生のタマムシの特徴、4. タマムシを1年や2年で卵から成虫にする方法、5. 水死したタマムシはよみがえる。では順番に解説していきます。なお途中に私の体験談も交えてお話ししています。1. タマムシの飼育方法。タマムシは夏だけの虫で、あまり長生きはしませんが、飼育ケースに入れて餌を与えれば飼うことができます。体長は35ミリから40ミリくらいになります。餌はエノキの葉です。水、昆虫ゼリー、霧吹きなどは全く必要はありません。毎日エノキの葉を取ってきて与えるだけで OK です。エノキの葉はエノキの立ち木を探して葉のついた小枝を取り、水の入った瓶や缶に挿してケースの中に入れます。この際水の中に入って溺れ死ぬ可能性があるため、タマムシが入らないようにしっかり蓋をしておきましょう。もしエノキが見つからない場合は、ケヤキや桜の葉でも OK です。
ケースを置く場所として冷房のない30度以上の明るい場所を好みます。なお複数飼育しても喧嘩することはありません。タマムシは6月中旬から7月中旬頃までに枯れ木から出てエノキの樹上を飛び回ります。成虫の寿命は35日から55日くらいで、長くても2ヶ月で死にます。9月に入るとほとんど目にすることがなくなります。捕まえやすいのは7月中旬以降、産卵するために低い場所へ降りてきたメスの個体です。ここで私が実際にタマムシを飼育してみた経験を付け足しておきます。タマムシは確かに気温30度以上の明るい場所を好みますが、直射日光がガンガンに当たる場所へ置くのは NG です。ここへ置くとすぐに死んでしまいます。おそらくケースに入っているため、熱が逃げずに気温がどんどん上昇しているからだと思います。ですので気温が高くても日陰が好ましいです。日が当たる場所に置くならば、暑くなる10時から17時くらいまではシートなどで日光を遮断してあげるのが良いでしょう。 2. 飼育のコツ。タマムシを飼う場合、プラスチックの飼育ケースを使うのであれば、内側を紙やすりでこすってあげると良いです。理由はプラスチック面が滑らかすぎて、タマムシの足の裏の吸盤がプラスチック面に付着して離れないことがあるからです。ただしこれを行うと外から様子が見えにくくなるという欠点もあります。タマムシに卵を産ませて類大飼育をしたい場合は、オスとメスを複数匹、広めのケースで飼いましょう。理想は木製で防虫網を張ったものが良いでしょう。サイズが大きいものは売っていないので自作する必要があります。ケースには餌の葉の他に産卵用の木を入れておきます。木の種類はエノキが最適で、桜、コナラ、クヌギなどでも OK です。太さは直径15センチ以上、長さは40センチは欲しいです。メスは産卵管を引きずりながら産卵に適したくぼみに産みます。なので木にノコギリで切れ目を入れてあげたり、ドリルで穴を開けてあげると良いでしょう。そこに産卵してくれます。産卵が確認できたら木を取り出し、別の木に取り替えましょう。一本の木にたくさん産卵すると過密状態になり、幼虫にとって好ましくない環境になります。産卵した木は産卵後1ヶ月は天敵の赤アリを防ぎましょう。赤アリは群がって卵を食べてしまいます。その後は木の下などで雨が降れば濡れるところに3年から5年置いておきます。土の上に直に置くと接地面が腐ってきたり、いろいろな虫が入ってきたりするので注意が必要です。 3. 野生のタマムシの特徴。タマムシは6月中旬から7月中旬頃にかけて、枯れ木に楕円形の穴を開けてから出てきて、エノキ、ケヤキ、桜などの大木の上を飛び回り、それらの葉を食べて過ごします。よく晴れた暑い日の11時から14時頃にエノキの大木を見上げて、タマムシが飛んでいる姿を発見することができます。気温が30度以上の暑い日が最もよく、暑さよけの対策をして観察や採集に挑みましょう。ここで再び私の体験をお話しします。気温が高くても風が強いとなかなか姿を発見できません。その時は樹上の葉の上でじっとしています。よく見かけるのは暑くて無風の時です。同じ日でも風の有無により出現率が変化します。またタマムシが大量に住んでいる場所では、1匹のタマムシが飛ぶとそれにつられて2匹、3匹と順次飛びます。逆に1匹も飛んでいないと他の個体も全く飛ばず、木の葉や枝の上でじっとしています。この場合、よく晴れた気温が30度以上で
11時から14時の時間帯と条件が揃っていても数十分から1時間以上飛ばないことがあります。 4. タマムシを1年や2年で成虫にする方法。タマムシの幼虫は成虫になるまで最低3年、遅いと5、6年はかかります。ある時、芦沢さんは欲が出てきて卵から成虫になるまでの期間を短くしたいと思うようになりました。そしてある仮説を立てました。卵から生まれたばかりの幼虫に最初の年の冬の寒さを経験させず、冬虫夏温して夏の状態を保てば、翌年の秋まで冬を知らずに成長を続けられるのではないか。1年に2年分成長し、十分に成長したところで2年目の冬を経験させれば、次の春には成虫になれるのではないか。もしこれが成功すれば、タマムシを2年で成虫にすることができるのではないか。幼虫が成虫になる条件として、冬の寒さを経験し、気候が暖かくなると春の期間がある程度続くことでサナギになると考えました。そしてサナギになる要素は下記の3つが必要と判断しました。 1. 幼虫がサナギになれる大きさに成長していること。 2. 冬の寒さを経験していること。 3. 春の温度の上昇。春に幼虫がサナギになれる大きさまで成長していれば、冬から春にかけての気温上昇によってサナギになるチャンスを得ることができます。この温度変化によるチャンスを逃した幼虫は翌年の春まで待たなくてはなりません。幼虫がサナギになれる大きさであっても、7月、8月では時期が遅すぎてサナギになれません。タマムシの成虫は6月中旬から7月にかけて木の中から出てきますが、その1ヶ月前にサナギになり始めます。このことからサナギになり始めるのは5月上旬から6月中旬と推測できます。この期間を逃すとサナギになり始めるのは翌年の春まで待たなくてはなりません。タマムシを普通に飼育すると成虫になるのに3年かかります。2年で成虫にするには、自然界で幼虫が体験する3回の寒さを、最初の年は冬を経験させずに暖かく成長させ続け、次の年だけ寒さを経験させればいいはずです。そして芦沢さんは実験を行いました。産卵した木を入れる温室を作り、サーモスタット付きヒーターを中に入れ、温度と湿度を管理しながら最初の冬を過ごし、次の年は秋から冬にかけて少しだけ加温しました。結果は大成功。なんと卵から2年で成虫が出てきたのです。さらに欲が出た芦沢さんは1年で成虫にできないかと考えました。そして再び実行に移しました。最初の年に産卵木を入れる温室の温度をさらに上げて、真夏に近い状態で冬を過ごさせました。するとまたまた大成功。翌年の夏に成虫が出てきたのです。どうやらタマムシの幼虫は温度に対する適応性があり、温度が成長に適していれば冬眠・休眠することなく成長するようです。自然界で成虫になるまで3年かかるのは冬の寒さのためであり、その間成長しないだけのことで、適温であれば休まず成長を続けるようです。 5. 水死したタマムシはよみがえる。タマムシの飼育の際にエノキなどの餌を瓶や缶などに入れてケースの中に入れますが、この際に蓋をしておかないと稀にその中に落ちて溺れ死にます。しかしこの時すぐに死亡したと判断してはいけません。まずタマムシを水から出して床に置きます。1時間放置しておくと手足をほんの少し動かすことがあります。この場合は復活したと言ってよいでしょう。3時間経つと何事もなかったかのように元気になります。水死したと思われたタマムシが復活することがあるのです。皆さんも飼育しているタマムシが水で溺れて動かなくなっていても死んだと思い込んで土に埋めたりしないで様子を見てみましょう。復活した際にどこへ行ったか分かるようにケースに入れておきましょう。以上でこの本の紹介を終わります。
皆さんもタマムシに興味があれば、ぜひタマムシの生態と飼い方、環境が悪いと長生きするヤマトタマムシの研究を買ってみてください。そしてタマムシの観察、採集、飼育をしてみてください。今回の動画は以上になります。もしこの動画が良いと思ってくれた方は、ツイッターでシェアしていただけると嬉しいです。また高評価およびにチャンネル登録をよろしくお願いします。ここまで動画を見てくださった方、本当にありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。